の都ならではの選挙、船の上から乙武宏忠が皆様にご挨拶を差し上げております。この船の上から見ていると、改めてこの江東区の湾岸地域、高層マンションが立ち並んでいることがよくわかります。東京都で進めてきたマンション防災、これを今度は国政でしっかりと国の制度として広げていきたい、そのように思っています。私、乙武宏忠、今回9人の立候補者の中で江東区長、そして東京都知事と連携ができる唯一の候補者であります。しっかりと政策を前に進めていきます。